スチュアート・ベネットは、イングランドのプロレスラー、俳優、プレストン出身。2004年、ジョン・リッチーとアルスノーが主催する、レスリングスクールにてトレーニングを開始。同年、スティュー・サンダースのリングネームで、プロレスラーデビューを飾り、イングランドを拠点とするアス・ダブーを中心に、ウェールズのセルティックレスリングやアイルランドの EWA など、イギリスのインディー団体で活動。オベ。 編集2007年10月、WWE の入団テストを受けて合格。ディペロップメント契約を交わし入団。参加団体である、オーベに手デビュー。11月7日、オーベ、デビュー間もないながらも、ポール・バーチルとタッグを組んで、オーベ南部タッグ王座争奪一例トーナメントに、出場して決勝まで進出する活躍を見せた。2008年1月2日、バーチルと組んで、 オーベ南部タック王座を保持するチャールズ・エバンスコルト・カバナに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ、キャリア初のタイトルを獲得した。FCW、編集、FCW 時代2月、オーベが WWE との関係を解消したことにより FCW へと移籍。4月より同じく、イギリス出身のドリュー・マッキン・タイヤとエンパイアなるタックチームを結成。5月6日に、 FCW フロリダタック王座を保持するエディコロンエリック・ペレスからおベルトをダッシュした。7月、タック王座から落後にマッキンタイアとタックを解消してシングルで活動し、10月よりリングネームをローレンス・ナイトへと変更した。2009年1月、ケーレブ・オニールとサクストン・コングロマリットなるタックチームを結成し、タック戦線に戻るが3月に、 オニールが解雇されたことにより、ストーリーラインの頓挫、そして故障による長期離脱と不幸が重なった。11月、リングネームをウェード・バレットへと変更して復帰。FCW フロリダ・ヘビー級王座を保持するジャスティン・エンジェルと構想を展開した。2010年、編集2010年、ネクサス時代2010年、ECW が放送終了となり、 新設された番組である NXT のシーズン1にルーキーとして参加。クリス・ジェリコをプロとして迎え、優勝を果たした。6月7日の RAW ではレッドは、WWE 史上未だかつて行われていないことを成し遂げる。と発言し、その日のメイン戦には NXT シーズン1の卒、その翌週の RAW では NXT シーズン1の卒業生全員と、 契約することを要求するが、GM のブレッドハートは拒否。さらにブレッドは、バレットの NXT 優勝の得点である、PPV 王座戦出場権の剥奪、解雇を決定。しかしこれに憤慨した、ウェード率いる卒業生たちは、その日のメイン戦中に、バックステージでブレッドに襲いかかり、リムジンに押し込み暴走させて負傷させた。 6月20日のフェータル4ウェイ2010でも王座戦の途中に乱入し暴れ回り、その翌日の RAW にて会長であるビンス・マクマホンが混乱の原因はブレッド・ハートだとしてブレッドを GM から解任、卒業生全員との契約、バレットの PPV 王座戦挑戦権の復活を決定。メイン戦にて乱入し、シナに襲いかかった後、 特別レフェリーを務めていた会長をも袋叩きにした。この後からネクサスと名乗り始める。以後リーダーとして、中央無人に暴れ回り、ジョンシナをユニットに引き込むなどして、リングを席巻。2011年、編集2011年1月3日、RAW にて、新メンバーとなった CM パンクと対立し、ランディオードン、シェイマスとの WWE 王座挑戦権をかけた。 三つどもえかなアミ戦を行う際、勝てば、パンクが、バレットの参加に入り、負ければ、ネクサス追放とルールを制定。結果は、パンクに妨害され、試合はオートンが勝利し、バレットはネクサスを追放された。1月7日のスマックダウンで、ビッグショーを襲い、スマックダウンに、遺跡、次の回で、ジャスティン・ガブリエル、キース・スレーター、エゼキエル・ジャクソンと共にビッグショーを袋叩きにして、 コアを結成。3月25日に開催された、レッスルマニア27直前のスマックダウンでは、仲間の手を借りて、コフィ・キングストンを破り、一軍入り後初のタイトルである WWE、インターコンチネンタル王座を獲得。ビッグ・ショーやケイン、サンティーノ・マレラウラジミール・コズロフと交想し、レッスルマニア XY では8人タッグマッチを行い、敗戦した。レスルマニア x、y、後、 コアを脱退したエゼケール・ジャクソンとの抗争で、幾度となく、窮地に陥り、何度も仲間を見捨てたことでコアは解散。6月19日、キャピトル・パニッシュメント2011では、i c 王座戦にてジャクソンと対戦して敗戦した。以降、シングルプレイヤーとして活動。ダニエル・ブライアンや、ランディ・オートンらと抗争し、コーディローデスとのタッグを組んで試合を行った。11月20日、 サバイバーシリーズ2011のサバイバーシリーズエリミネーションマッチでは、自らがリーダーを務めるチームバレットを結成して、チームオートンに勝利した。2012年、編集2010年、トリビュート・トゥ・ザ・トゥループス2012年に入り、ロイヤル・ランブル2012やエリミネーション・チャンバー2012といった PPEV で活躍するガサワンを脱臼してしまい長期欠場することになった。 8月より、無敗の喧嘩やギミックへと変更。プロモーションが流され、9月7日のスマックダウンにて、復帰した。その後は、中堅選手相手の試合を重ね、シェーマスや、ランディ・オートンと連戦。TLC2012 に対し、王座を保持する、コフィ・キングストンに敗戦するが、すぐに12月29日の RAW にて、再戦し、王座を奪取した。2013年、 編集2013年1月27日、ロイヤルランブル2013にて、ロイヤルランブルマッチに18番目で登場するが、NXT 枠で出場したボーダラスに脱落させられたことで、ダラスと1月28日の RAW でシングルマッチを行い、圧倒するものの抑え込まれて敗れてしまうが、2月4日の RAW では、ダラスを襲撃、留院を下げた。以降、 ザミズやジェリコと i c O 王座をめぐった構想を見せ、トリプルスレッドマッチでは勝利し防衛した。四月七日、レッスルマニア二十九のプレショーにて、水とタイトルマッチを行い敗戦し、王座陥落するが、翌八日の RAW にて、見事奪還を果たした。二十四日の NXT では、クラッシュオブザチャンピオンズと命打たれたイベントにてダラスと ICU 王座戦を行い勝利し、 王座を防衛した。6月16日の PPV、ペイバック2013の IC、王座争奪トリプルスレッドにて、カーティス・アクセル、ザ・ミズと試合を行い、水に足音の、あざ固めを決められている隙をついて、カーティス・アクセルにホールされ王座陥落した。8月、ビンスマク・マホンによる、ダニエル・ブライアンへの仕打ちとして、ブライアンの髭を剃る役目を受けたが、逆に髭を剃られた。 11月、JBL& コールショーで、たびたび登場するよう、12月2日の RAW にて初登場し、地元ファンをこきおろす発言や後の展開について、悪く捉えた予言を発した。2014年、編集2012年バットニュースはレッドへとギミックを変更してからは、マイクアピールによるプロモーションでの活動が中心となり、試合においては長期間、 WWE ライブのみの出場に止まっていた。4月7日の RAW にてようやく、バッドニュースバレットとして初出場し、レイ・ミステリオを相手に勝利を飾った。同月14日より、i c o 王座を保持するビッグ E への挑戦権、争奪トーナメントにエントリーして1回戦で、ドルフ・ジグラーを撃破。21日の RAW では準決勝で、シェーマスと対戦。 場外に放り出された際に、リングから向かってきたシェーマースを、カウンター式のブルハンマーを決めて勝利。そして28日の RAW で行われた決勝にて、ロブ・バンダムと対戦して、セザーロの介入に助けられ勝利。ビッグ E への挑戦権を獲得した。5月4日、エクストリームルールズ2014にてビッグ E とタイトルマッチを行い、最後にはジャンピング式。 ブルハンマーを決めて勝利。四度目の i c O 王座を退官。王座退官後、ロブ・バンダムやセザーロなどを相手に王座を防衛していたが、6月27日のスマックダウンにデリーン・アンブローズとの対戦して敗戦後、乱入してきたジャック・スワガーに壁に投げつけられた反動で左肩を脱臼してしまい、長期欠場することになった。この欠場において、i c O 王座を剥奪となった。 12月30日、RAW にて挑戦者を募ったセザーロに対して、答える形で復帰。ブルハンマーを決めて勝利した。2015年、編集2015年1月5日、RAW にて、i c o 王座を保持する、ドルフ・ジグラーに3本勝負で挑戦。1本目こそ選手されたものの、2本目を、ウェイストランド、3本目を、ブルハンマーを決めて勝利。 ベルトをダッシュした。4月26日、RAW にて開催された、キング・オブ・ザ・リングに出場。1回戦で、ドルフ・ジグラーに勝利。続く28日に WWE ネットワークにて、準決勝で、R ・トゥルース、決勝で、ネビルに勝利して、優勝を、飾りリングネームを、キング・バレットへと変更した。2016年、編集2016年5月6日。 本人の申し出により、WWE から契約解除となった。2019年、編集2019年12月14日、NWA の PPV である、イントゥ h ザ・ファイアに解説者として登場した。2020年、編集2020年8月、NXT の、ハイインパクトエルボー。相手の背後から、相手の右腕を首元に巻きつけるように捉え。 そこから押し出すと同時に捉えた右腕を起点にして、相手を反転させて、相手の片腕を引っ張り、振り向いた相手の顔面にエルボーを放つ方法であったが、エルボーへと変更している。復帰当初は、バレット・バラージ、そしてスーベニアへと名称を変更したものの、ヨーロッパツアーにて、ブルハンマーへと変更した。ウェイストランドフィニッシャー。相手を、ファイヤーマンズキャリーで担ぎ上げ、 相手の片手片足を持って叫びながら、自分の目の前に勢いよく投げ捨てる。フィニッシャーとしては2012年序盤、ウィンズ・オブ・チェンジにとって変わられた。それからは未遂となることが多くなり、現在ではシグネーチャーになっている。ウィンズ・オブ・チェンジ戦開始期スクラップバスター。ウェーストランドへのつなぎとなる技。2012年には一時期フィニッシャーとして、実況より、 ティルトワールスラムと呼称された機関がある。スパインバスター FCW 時代のフィニッシャー。スクラップバスターも使用する。変形パンプハンドルスラムパンプハンドルスラムの体勢で相手を持ち上げ、体の前に抱え、オクラホマスタンピードのように叩きつける。ダイビングエルボードロップを主にセカンドロープから使用。ビッグ、ブートランニング式やカウンター式など、試合の中で多用される。 打撃技。エルボーヨーロピアンアッパーカットバックキック構成に、転じる時などに使用される。スープレックススーパープレックスパワーボム2013年、WWEIC オージャ時代、WWEFCWW、ドリューマッキンタイアオベ W、ポールバーチルドラオープティクス。ありがとうございます。